さっぱりした。夜のランニングで一汗かいた後の風呂はやっぱり最高だな。明日は朝から座学だから今日は早めに寝とかないとなんだけど、まだ寝たくないんだよな。伏黒はさっさと部屋戻っちゃったし、突撃して寝てたら怒られるからダメだ。こんな時タイミングよく共有スペースに誰か行ってくれたらいいんだけど、ちょうど喉も渇いたしちょっと寄ってみるか。こんな軽い気持ちで共有スペースに行ってみたら、まさか犬巻先輩の中学時代の話を聞けるなんて、先輩のかっこいい一面が見れちゃったな。うわ、何このお店、映えすぎじゃない。お、釘崎だ。何してんだろう。おい、釘崎、何見てんの。え、このスイーツ絶対食べたい。行きたいとこリストに入れとかなきゃ。あれ、聞こえてない、釘崎。あ、びっくりした。あんたいつからいたの。今来たとこ。何してんの。動画見てたのよ。へえ、何見てたん。人気の YouTuber が東京の最新映えスポットベスト10を紹介してる動画。そんなんあるんだ。せっかく都会に来たっていうのに、普段は寮生活で東京らしさは皆無でしょ。だからせめて休日くらいは東京を満喫できるように最新情報は常にチェックしてリストアップしてるのよ。釘崎、東京に来たくて高専入ったって言ってたもんな。あんな田舎での暮らし、もう二度とごめんだからね。そんなに嫌なのかよ。でもさ、こっち来るとき中学の友達と離れるの寂しくなかったの。全然。ああ、そういうやつだよなお前は。じゃあさ、中学時代の釘崎ってどんな感じだったん。中学時代、そりゃちやほやされまくるよ。私を知らない人はいないくらい目立ってたし、地元で一番の有名人だったわよ。へえ、確かに釘崎は有名になりそうだもんな。当たり前でしょ。こんな美女が近所にいたら同年代の女の子はかわいそうよね。どう頑張っても私の可愛さにはかなわないんだから。町一番の美人だったんだな。まあね。そういう虎杖はどんな中学時代を過ごしたの。俺は走り回ってたかな。何それ、野生児か。まあそんな感じ。中学時代のこと教えるのちょっと恥ずかしいんだよな。走り回ってたっていうより暴れ回ってたの方が合ってるかもしれん。魚。あ、犬巻先輩、チュース。今イタドリと中学時代のこと話してたんです。いくら。そうそう。あ、先輩はどんな中学時代を過ごしてたんすか。中学生の頃はもう受験士だったんだよね。鮭。中学時代か。正直あんぱに楽しい思い出とかないんだよな。基本孤立してたし。犬巻先輩の中学時代とか想像つかないわね。私も聞きたい。スジコ。いいの、聞きたい聞きたい。鮭、いくら。語彙を絞ってたのは子供の頃からだから、コミュニケーションも取れないし仕方ないんだけど。嘘、先輩ってクラスの中心的なイメージなのに。おかか、昆布。ぼっちだったってこと。鮭。まあ一人でいた方が楽だったしな。目立ちたくなかったし、俺の呪言のせいでクラスの子が危険な目に遭うのは避けたかったから。じゃあ今みたいに悪乗りして怒られるってこともなかったんだ。いや、それはない方がいいでしょう。シャケシャケ、昆布、いくら。先輩が今こうなってるのって五条先生の影響が強いのではと思ってしまうのは気のせいかしら。おとなしい先輩ってなんか意外だな。でも先輩黙ってた方がモテたりして。確かに先輩なら黙ってても怖がられるって感じじゃないしな。そうそう、ミステリアスな感じが受けそうじゃない。あるかも。あとはクラスの女子のピンチを救って惚れられるとか。それ少女漫画の王道じゃない。そんなこと現実世界であるわけないでしょ。つなつな。マジ嘘でしょ。その話詳しく。そういえば中学卒業間近にそんなことあったな。今の今まで忘れてたけど。回想。うわ、マジか。帰り道に呪霊と出くわすとか最悪。でもそれ以上に襲われそうになってるのがクラスの女の子っていうのがな。困った。学校では目立たないように陰キャっぽく過ごして
呪言師ってことを隠し続けて、やっともうすぐ卒業なのに。でもこのまま助けないわけにもいかないしな。はあ、何これ、なんか息苦しい。急に何かにまとわりつかれてるような気持ち悪い。意識がだんだん朦朧としてきた。誰？あ、やば。遠くからこっそり払えたらよかったんだけど、思った以上に苦しそうだったからとっさに出てきてしまった。あ、でも学校で話したことないし、俺だって気づかれないかも。もしかして犬巻くん？はあ、普通にバレてるし、こうなったら仕方ない。どうせ卒業して会わなくなったらすぐ忘れてくれるだろうし、ごまかしたりしないで払うか。さ、今喋った？あの犬巻くんが？あれ、さっきまでの息苦しさがなくなってる。もしかして犬巻くんがやってくれたの？さて、ここからどうしたらいいんだ。無事に払えたのはいいけど、呪霊が見えないこの子からしたら、今の俺の行動ってめちゃくちゃ謎だよね。怖がられるか不審がられるのがオチだと思うけど、否定するわけにもいかないしな。とりあえずうなずいてみるか。やっぱり犬巻くんがやってくれたんだ。私急に気分が悪くなっちゃって、こんなの初めてだったからすごく怖くて不安だったの。だから犬巻くんが来てくれて本当に助かったよ。ありがとう。あれ、てっきり警戒して距離取られると思ってたのに、こんなはっきりお礼を言われるとは思わなかった。犬巻くん、学校でいつも一人だし、喋ってるのも見たことなかったから暗い人なんだなと思ってて、勝手な決めつけで声をかけなかったり冷たい態度を取ったりして、今まで本当にごめんなさい。え、なんでこの子が謝ってるの？距離が取りたくて壁を作ってたのは俺の方だから、この子は何も悪くないのに。クラスの子が犬巻くんのこと口の利けない陰キャとか言ってるの知ってたのに、私注意もしなかった。それどころか一緒になって笑っちゃったこともあったの。そうやって言われてたのは知ってたけど、全然気にしてなかったのに。それなのにこんな私を助けてくれて本当にありがとう。こんなに一生懸命伝えてくれるなんて。やっぱり今までのこと怒ってるよね。気にしないでって言いたいのに。どうやってコミュニケーション取ればいいんだろう。あ、そうだ、紙とペン。気にしてないから謝らなくていいよ。メモ？あ、筆談？距離を置いていたのは俺の方だから。聞いていいのかわからないけど、犬巻くんはどうしてみんなと距離を置いていたの？俺、いろいろあって喋らないようにしてるから、みんなとコミュニケーション取れないんだ。だから最初から壁作ってた。そうだったんだ。陰でこそこそひどいこと言っててごめんね。だから気にしてないって。犬巻くんって優しいんだね。私たち完全に犬巻くんのこと誤解してた。こんな風にメモを使って話せるなら、もっと早くからお話ししてみたかったな。俺ももう少しみんなに歩み寄ればよかったかも。そしたら学校で友達と過ごせたりとかできてたのかな。犬巻くん大丈夫？あ、ごめん、ちょっと考え事してた。それよりお願いがあるんだけど、今日俺がしたこと内緒にしてくれない？え、どうして？みんなに話したら犬巻くんの誤解も解けるのに。いいの、あんま目立ちたくないし、内緒にしててほしいんだ、お願い。犬巻くんがそう言うなら分かった、誰にも言わない。ありがとう。じゃあ帰り気をつけてね。うん、今日は本当にありがとう。スジコ。何それ、めっちゃかっこいいじゃん。さすが犬巻先輩。本当に少女漫画みたいな展開ね。その女の子とはその後仲良くなったの？おかか、きっと俺が目立ちたくないって言ったから気使ってくれてたんだろうな。もったいなくない？多分その子先輩に惚れちゃったと思うけどな。
確かにそんなかっこよく助けたら惚れられてもおかしくないわね。明太子。おお、やるわね。それ絶対ラブレターじゃん。ねえ、バレンタインはどうだったの？中学卒業前のバレンタインなんて片思い中の女子にとっては一大イベントでしょう。最後のチャンスになるかもなんだし、絶対気合い入れるはずよ。確かに。ねえ先輩、チョコはもらったの？ユージも野原もこういう話好きなんだな。すごいグイグイ来るじゃん。シャケ。やっぱりもらってたか。頑張ったじゃない、偉いわよモブミ。モブミって誰？ツナマよ。え、モブミって数で勝負するタイプだったの？おかか、いくら、明太子。先輩がモブミを助けるところを他の人にも見られてたの？なるほど、それが噂になって学校中に広がったってわけね。シャケ。科目で目立たないキャラから一気に昇格じゃん。上り詰めるスピードエグすぎない？女子はギャップに弱いからね。勘弁。くっそー、俺も大量のチョコもらってもう十分だよとか言ってみたいな。あんたは無理ね。なんで？先のことは分かんねえだろ。ないでしょ。そんなはっきり断言しなくても、ちょっとくらい夢見たっていいじゃねえかよ。ユージは自覚してないだけで絶対女の子からモテるタイプなのに、これが無自覚天然人たらしか。その後、犬巻先輩がぼっちキャラだったって話マジで意外だったな。てっきりノリが良くて毎日面白いこと探して遊んでるような中学時代かと思ってたのに。やっぱ呪術高専に来るような人たちって普通の生活に馴染むのは難しかったりすんのかな。あの伏黒が元ヤンしてたってのもすげえびっくりだったし。でもそう考えたら俺は今ここでみんなに会えて幸せだったな。中学生の時に出会ってたら仲良くなれなかったかも。俺が呪術師の世界に入ってなかったらそもそも会えずに終わってたかもだし、そう考えたら呪われんのもマイナスだけじゃないってことだな。動画を見ていただきありがとうございます。シャケ、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。